それでは伊藤環境大臣の閣議の記者会見を始めます。冒頭大臣からご発言がございますのでよろしくお願いいたします。まず本日の閣議において化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令を決定いたしました。2019年4月から5月にかけて開催されたストックホルム条約第9回締約国会議の決定を受けて、2021年に PFOA 及びその N について化学物質審査規制法の第一種特定化学物質に指定しています。今回の政令改正はこれに加えて PFOA の分子異性体またはその塩及び PFOA 関連物質を第一種特定化学物質に指定するものです。施行後これらの物質の製造輸入等は原則禁止となります。引き続き化学物質による環境汚染の防止を通じて国民の安全安心の確保に努めてまいります。次に7月8日10日および11日に熊本県水俣市などを訪問し水俣病関係団体との懇談を行います。5月1日の関係団体の皆様との懇談の場において環境省の職員が時間を超過した一部の方について発言の途中でマイクの要求という不適切な運営が行われました。5月8日に私自身が謝罪に訪問させていただいた際に団体の方々から再度の懇談の開催についてのご要望をいただき今般団体の方々との調整を経て開催することとなったものでございます。5月1日8日そして6月5日の全国公害被害者総行動でいただいたご要望についてはこれまで誠実かつ真摯に検討を行ってきたところでございますが懇談の場において私及び事務方から回答する予定でございます。今回の懇談において十分な時間を確保しじっくりと皆様のお話を伺い充実した意見交換を行い今後の施策に生かしていきたいと考えております。また今般の人事異動に伴い水俣病タスクフォースのメンバーを改めて整理いたしましたのでお知らせいたします。紙で配布いたしました通り29名から30名に1名増員し引き続きタスクフォースの力をしっかり維持継続し水俣での懇談に臨んでまいります。以上でございます。はい、それではここからご質問を受け付けたいと思います。ご質問ある方は挙手いただきましたら指名しますので社名と名前を述べた上でご質問ください。最初に幹事社の朝日新聞一野さんの方からお願いいたします。朝日新聞一野です。水俣病のタスクフォースについてご質問します。今回のタスクフォースに期待することや目的というものを改めて、どのように設定したかを教えてください。またですね来週、懇談があるわけですが大臣自身、このタスクフォースの設立を発表しまして5月14日にですね被害者を救うために何ができるのかを達成することがタスクフォースの目的だと、おっしゃっていた発言も踏まえてですねこの懇談が終わった後についてもどのように活動していくお考えがあるのかお聞かせください。はい、今回の定期的な人事異動により一部のメンバーの交代はございましたがタスクフォースの目的については水俣病関係団体との改めての懇談の場を開催し損なわれた関係団体現地との関係性を修復するという発足時の目的から変更はございません。水俣病には長い歴史そしてまたそれぞれ異なる立場からのさまざまなご意見がございます。1回の懇談で全てが解決できるとは考えてございませんが今回の再懇談のみならず実務的な意見交換を重ねることによって信頼関係を育みながら前進していくという考えでございましてタスクフォースについては引き続きこの実務的な意見交換の準備運営を担ってもらう予定でございます。
はい、それでは各社さんお願いいたします。では熊日の高宗さん。熊日の高宗です。人事異動に絡んで何点かお尋ねしたいんですけど、このタスクフォースについてですね、地元の団体から、活動内容がよく見えないので、具体的な年間計画などを定めてほしいという声があるんですが、そういったものを地元に示すお考えありますでしょうか。今回これから初めて再懇談を行うわけでございますので、再懇談の結果も踏まえてですね、今申し上げましたように1回で解決できる問題ではありませんので、政務三役を含めまた実質的な意見交換も重ねて進めてまいりたいと思いますけれども、今現段階で年間計画というのを具体的に申し上げる状況ではないと思います。わかりました。人事異動に絡んでお尋ねしたいんですけども、今回国水圏の、所長をですね、次の、審議官が兼務するという人事が出ています。で、国水圏の所長が駐在していない状況が長くというかしばらく続いていて、これに対して、地元からですね、きちんと責任のある方所長を専属で配置してほしいという声があります。そういった声を受けて、そういった声があるんですが、なぜこう兼務の人事になったのか教えてください。今までの流れもございますし、国水圏、確かに所長そのものは常駐しておりませんけれども、他のものは常駐しておりますので、そこも含めてしっかり国水圏の役割を果たせるようにしてまいりたいと思います。分かりました。最後に上沼保健部長が厚生労働省に出向する人事が発表されています。環境保健部は特殊疾病対策室を統括する部署なんですが、一連の発言遮断問題の責任を取るだという意味合いがあるんでしょうか、教えてください。これは定期的な人事異動でございます。また個別の人事の経緯や趣旨についてはちょっと差し替えたいと思います。はい、では電気新聞の民さんお願いします。強さん、電気新聞の民です。再エネ促進区域制度が始まって2年経ちましたけれども、その全国の市町村の中で設定したのは 2% に満たない32市町村にとどまっておりまして、特に陸上風力の導入拡大というのは、そのエネ基にも再エネ促進区域の設定で推進すると書かれていますけれども、陸上風力の促進区域を設定した自治体は4市町村にとどまっています。で、6月の再エネ大量導入次世代ネットワーク省委員会でも、その国が率先して再エネ促進区域設定に関与してはどうかという意見がありまして、その6月に成立した改正温帯法でも、都道府県と市町村が共同で設定できる仕組みも導入されましたが、その促進区域が増えていない現実を踏まえると、その都道府県市町村に任せにせずにですね、その環境省が前面に立って促進区域設定を進めていく考えというのはございますでしょうか。あと、またそのもう一点はですね、その再エネ促進区域を増やすためには、その再エネ発電事業者に対するインセンティブを拡充する必要性が以前から指摘されてきました。で、今年度からその再エネ設備導入調査支援事業を始めたと聞いてますが、そのこの次世代ネットワーク省委員会でも、環境省はそのインセンティブ拡充を追求したいというふうに発言したと記憶しています。これはその財政的なインセンティブ拡充を想定しているんでしょうか。はい、いろいろご質問いただきましたけれども、まずこの促進区域の設定、これにあたってはですね、その前提となる適正な環境配慮、ね、これにかかる情報の収集、エリアの選定、また地域との合意形成等に一定程度の時間を要するものでございます。また市町村における人材、財源の不足や複数市町村にまたがる再エネ事業への対応などがいろいろ課題がございます。こういう課題に対応するために、本年6月に成立いたしました改正地球温暖化対策推進法によって、促進区域の設定等における都道府県の関与を制度的に位置づけることで、より積極的、広域的な制度の活用を促してまいりたいと思います。また促進区域等において再エネ事業に取り組む事業者を後押しするために、今年度から新たに促進区域等における再エネ設備の導入調査に対する財政支援を行っております。引き続き自治体あるいは事業者のニーズの課題を踏まえつつですね、
環境省として積極的に技術的支援や財政的支援を行うとともに、関係省庁とも連携して陸上風力を含む地域共生型の再エネの導入を促進してまいりたいと考えております。あとすみません、もう一点はですね、この陸上風力については、その政府は2030年度目標で 17.9 ギガワットを掲げていまして、その達成にはあと6年でですね、12ギガワット余りを積み上げる必要があります。その環境省はその陸上風力の再エネ促進区域設定によってですね、その導入する2030年度の目標は 0.6 ギガワットを掲げてますけれども、この 0.6 ギガワットというその目標導入量が妥当なのかどうか、その大臣の見解とその理由を教えてください。このご指摘のですね、 0.6 ギガワット、これについては政府全体で取りまとめた2030年度におけるエネルギー需給の見通しの中で、地球温暖化対策推進法の促進区域を活用することにより見込まれる追加導入量としてお示ししているものでございます。ですから、環境省としては引き続きそういった観点も含めてですね、引き続き陸上風力を含む再生可能エネルギーの導入促進に向けて尽力してまいりたいというふうに考えております。はい、他に、では解説さん、新潟日報の解説さんお願いします。新潟日報の改正です、はい、よろしくお願いします。新潟水俣病についてお伺いいたします。はいはい、大臣、熊本に引き続いて新潟でも、はい、懇談に行かれるご予定かと思いますけれども、はいはい、改めて、どんな場にしたいか、新潟に環境大臣来られるのはかなり久しぶりになるわけなんですけれども、はい、その辺の意気込みを改めて伺いますか。はい、最終調整しておりますけれども、近々に実感をしっかり取れる形で行う予定でございます。熊本と新潟、共通項もありますし違うこともありますので、団体の状況なんかも多少違いますので、そこを含めてなるだけ多くの団体とですね、しっかり意見交換、また皆様のお気持ちなり状況を聞かせていただける時間を取る、そういう懇談にしたいと、そういうふうに考えております。先ほども少しお話ありましたけれども、患者側からさまざまな要望があったかと思います。はいはい、それに対する回答というのも期待されているところだと思いますが、その辺もそれは先ほどのちょっと元の回答とかぶりますけれども、はいはい、具体的な回答内容についてはですね、現時点でまだちょっとつまみ替えできないので申し訳ないと思いますけれども、なるだけ私の方、また環境省の方からもですね、具体的に皆様のご要望に対して、回答を申し上げたいというふうに考えております。もう一点、懇談の場に行かれたときに阿賀野川流域ですね、はい、この公害の現場となった場所ですけど、はいはい、こちら視察されるご予定、お考えはありますか。これもちょっと熊本の話と被るんですけれども、まずは懇談の時間を十分に取るということが一義的に大事なことだろうと思います。その中でどういう可能性があるか今調整しているということだろうと思います。はい、ありがとうございます。はいはい、清さん、共同通信の清さんお願いします。はいはいはい、共同通信の清と申します。はい、タスクフォースについて質問いたします。はい、一部メンバーが変更されたということですが、はい、設置段階から何人変わったのかという点をお願いします。詳細は事務方で聞いてほしいけど、後ほど私の方から補足いたします。1名増員ということは先ほど大臣が、1名増員しました。はい、おっしゃったと。29名から30名になりました。一部変わった方がいらっしゃるということですが、そのことは水俣病対策を重視していると言えるのかどうか、ご認識をお願いします。私は重視していると思います。理由をお願いします。前の方が力が弱いというか、より強力なメンバーが揃ったということだと思います。もう一点なんですが、はい、先ほど実務的な懇談をしていくというふうにおっしゃってたと思うんですけれども、はいはい、年に何回とか頻度は考えていらっしゃるんでしょうか。それはちょっと現段階ではまだ具体的な数字は明けられないと思います。はい、では NHK の林さんお願いします。
この記事だったな。NHK の林と申します、はい、水俣と人事の関係で、はいはい、先ほど上田部長 の、 はい、人事について、はい、まあ、更迭かどうか等は、はい、まあ、個別には言えないというふうな回答だったと思うんですけど、はい、まあ、既に報道とかでも出ているように木内室長が交代した際は、まあ、大臣の言及はなかったかもしれないですけど、はい、環境省のしかるべき立場の人が、はい、これは更迭ではないというふうに明言してたということもございまして、はいはい、で今回そういうような言及を下げると上田部長については更迭ではないかという疑念が出ると思うんですけれども、もちろん更迭ではありません。さっき申し上げたように定期的な人事異動です。今回その水俣病 の、 責任を取ってとかそういう個別のものは言えないという前提でその水俣病責任を取るという要素がこの異動には一切ないということは言えるんでしょうか。そうです、定期的な人事異動です。定例というのかな、うん、大体この時期に移動しますので、はい、では清水さんお願いします。どうも、エネルギージャーナリストの清水です。はい、水俣病タスクフォースの発足に伴って、積年の問題をぜひ前に進めてほしいと思います。はい、でね、ただね、タスクフォースができてもあるいは、まあ、再メンバーになったにしてもこれ水俣病政府全体でねやるべき課題だと思うんですよ。環境省だけではとても解決できないというか、はい、前進められない。特に財政問題とか、はい、被害者救う対策法の見直しとかね、はい、いわば政府全体に関わる。だから、まあ、ちょっとオーバーに言えば岸田首相のイニシアチブみたいなものもね、はい、必要だろうと思うんですけども、そういうことから言って、その政府全体でこのタスクフォースの的なやつを政府全体の対応措置というか対応体制というかに広げる考えはありませんか。ご指摘は重く受け止めたいと思います。ただそれに対してちょっと私が具体的に発言するのは私の大臣としてはノリを超えるものですから、それ以上の発言は差し替えたいと思います。それから冒頭おっしゃった化学物質の PFOS の、ね、はいはい、関係ですが、はい、やはり製品規制とか、はい、そういうものにこの訴求していくというか波及する。でその措置も今後取っていくんでしょうけども、そういうその生産段階とかというような時にことで、規制をやるということになると PFO だけじゃなくて他の有害物質とかそういうものにも関係してくると思うんですが、はいはい、その辺の含みも持った対応を今後やるというお考えですか。どうですかその辺。ご案内のように、PFAS って大体1万種類あるんですね。今回特定のものを指定してますけれども、まあ、ですからこの他に9000何百あるわけです。それから随分いろいろなものに使われてるんですね。それから使われ方もいろいろなんですよ。ですからそれを一律でですね使用禁止するっていうのはなかなか現実的には非常に困難だろうと思いますけども、そこも含めてこれからそれこそ環境省だけじゃなくてしっかり向き合って、この問題が国民の安全安心に結びつくようにですね政策を講じてまいりたいと思います。ただ現時点でそれこそ私の判断でですね使用を禁止することまで考えるということはちょっと具体的には言えないと思います。1点だけ多摩地域には私は住んでるんですけども、はい、やっぱり多摩地域は相当ね、はい、基地からの漏洩というか、はい、そういうことで各市町村、はい、市長村まで行かないか市長なんか首長も含めて、うん、その非常に対応に苦慮しているということで、はい、やっぱり環境省がその抜本的な特に基地郊外基地対策について米軍のねそのいわば排出状況とか漏洩とかというのをもうちょっとその積極的に、まあ、向こうがさ日米協定とかそういうものがあるのは重々承知してますけども、もうちょっと環境省は積極的にその都やなんかを通じてそのつまびらかに情報を、ね、提供するような
要請というのは できないんですか、あれ しようとしてないんですか。それについてはですね、外務省防衛省と連携して米軍あるいは基地関係者に働きかけております。ただその詳細についてはですね、ちょっと私自身がつまみ解できないということもご理解願いたいと思います。それから環境省の立場としてはですね、やはりそれが暴露することを避けるというところに一番重点がありますので、そういうこともありまして、先日ご発表しましたようにですね、水道の水質検査というものをすることにしたところでございます。やめますけど、つまびらけにできないという意味おっしゃるその理由は何なんですか。やっぱり日米の軍勉強協定の制約っていう、このことだけではありませんけれども、一般論で言えばその外交上のやり取りというのは つまびらけしないというのも変ですけれども発表しないということも暗脈の部分でね、発表できる部分と発表できないものがあるんですけれども、機微な部分について発表しないということもあるかと思います。いずれにしてもこれは一時的には外務省と防衛省がやってますけど、その中に環境省ももちろん入っておりますので、環境部会というのがありますので、環境省が何もやってないわけではございません。はい、よろしいでしょうか。はい、本日の会見は以上とさせていただきます、はい、ありがとうございました、はい。